お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらの超高で 1.9 効果でやっていきたいと思います。さあ、ということでやっていくんですけど、まあなんか雪玉とね、大砲にしました。まあウッドでもいいですし、ナイトとかなんかそういうのでもいいかなと思ったんですけど、はい、もう雪玉あれば空にも陸にも、まあ、何でも対応できますし、あとはね、このバレル飛ばした時の、まあ今回ボーラーで受けられてますけど、ウッドで受けてきたりするんですけど、やっぱウッドがないターンが来るんですよ。もう僕のこの攻め方はもう回転のご利用しだけなので、僕の2周目に対して相手がね、間に合わない、2周目バレルに対して間に合わない時に、まあここはウッドかなんかが多分あるかもしれないんですけど、矢の雨とかね、ない時に攻め雪玉でね、うわー、痛え、ゴリゴリにダメージ稼ぎたいよねっていう雪玉ですね。バレルプラス雪でダメージ与えたいですね。まあ、あとはもう本当はハシマイフギアとかで、まあ、この序盤の間にダメージね、与えていきたいですね。いや、痛え。いや、もう負けそうなんだよね。これ。さあ、スケラフリーズっすね。まあ、1コスいっぱいあるんで、まあ、釣ってあげながら、多分この辺はね、耐えれるんですけど、あ、でも今回相手、ウッド系ないですね、ちなみに。で、これフリーズ防衛とか、まあ、なんか、いや、ファイスピが、できるっていう。いや、このファイスピが入るのマジででかい。よし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 。あとまあスケラニアフキアでね、守っていきたいよねっていう感じで、あと大砲もそこそこいい活躍するんでね、あと LSP を置いてあげて、問題はこのボーラーくんですね。ボーラーくんが地味にね、火力が高いし体力も高いんで、さあここがカウンターで進めていきます。なんかさ、前までさ、やっぱマザネクとかいたから、環境的にもね、こういう1コス系とかさ、すごい使いにくかったんですよ。そうだけど、ここ最近やっぱフキアとかコウモリとかが強いのって、もうマザネクがいないんですよね。そう、環境的にも。まああとこれは単純に神相性なのかもしれないんですけど、勝てそうですね。フリーズアローが別にも、LSP もね、スケラ受けにちょっと強いので、まあ、僕が嫌なのは相手のこのベビドラインドですね。はい、ここのベビインドがちょっとめんどくさいですね。でフキアはね、処理されるとちょっと嫌なんですよね。でまたフリーズが来るよと。まあ、一旦、雪玉もあるのはちょっといいかもね。よいしょ。雪いらないかもしれないけど。まあ、撃っちゃったね。で、あとは、でももう、にっこり。もう、バレルの裏ですね。裏にやると、この、吹き矢とか、おー、入ってる。ファイスピとかが入りやすいんですよね。まあ、じゃあ、2周目吹き矢回そうかな。あー、新しい。それはもう、美味しいですね。別になんか適当に受けてあげて、まあ、僕の巻き筋、マジで、インドラだけなんですよ。でもインドラは雪玉と1コスとか、まあリセットゲーいっぱいあるんだね、このデッキ。そこに関しては何も問題ないですね。さあ、このアイスピ削りですね。あ、なんだろうこれ。これで君負けたらおもろいで。いやー、やべ。俺がピンチ。なんなら。あ、でも雪玉圏内ですね。雪玉77なんだ。なんかいいっすね。オーケー。さあ、まあこれは単純に吹き矢がぶっ刺さってますし、まあ、なんか神社だったんでしょう。さあ、ポンペイオ来た。まさか。え、本物？本物か？本物だったら結構激アツ。ファイボザップのメガゴインドラ、偽物か？偽物なのか、まあ、今違うデッキを使ってるのかわかんないけど、いや、でもポンペイオってあんまこう、ホレイとかしてこない、なんか成人のイメージがあるんですよね。うん、いや、海外のバルーン使い。ああ、いた。海外のね、そう、バルーン使いの可能性があるんですけど、マルチとかでも世界一フィニッシュ、ほんと、3、4回くらいやっとんやねんかっていう。まあまあ、ロイですね、今回は。まあ、大砲2周、3周回して気合で守りたいねっていう感じかな。あとは、序盤の間に結構、積極的に攻めて、ダメージ稼ぎたいっすよね。ああ、ロイジャイ特にさ、やっぱナイトとか後ろから合わせたいんですよ。そのロイジェを溶かすようにね。それがないのがね、ちょっと嫌ですね。もう大砲先置きします。で、まあ2周目回すみたいなイメージですね。これ攻めちゃおう。で、ここでスケとかで溶かすと。いやー、しかもウッドが回ってねえからさ、これめっちゃいいの。いやー、この吹き矢いらんかもしれんけど。相手がスケにウッド使ったんで、まあまあまあ。で、OK。いや、いい。あんま守りすぎやりたくないのと、ファイスピ攻めに使いたいんですよね。はしまいファイスピさん、あん。200入るんすよ、あれ。タワーに入れば250近く入るのかな。壊れなんすよね、ダメージが。さあ、どうしようかな。まあ、バレル一旦これ、ウッドのサイクル、ウッドでも攻めで使ったな。こういう時に攻め雪でも打ちたいんですよね。
ウッドないかもしれない時に。あ、でもこれ圧着対策にもなります、雪玉ちなみに。よいしょ。さあ。痛い。ダクビリさ。わー、すげえ。囲めねえのか。まあ、これば、やべえ。奥にしてよかったな。吹き矢までゴロリンと行かれるのは嫌ですが。あ、めっちゃある、めっちゃある。で、結構入るな。なんか相手、ウッドがウッドがなんか、ねえのか。ねえことはねえだろ。あるでしょうけど、サイクルが合ってねえんだな。よしよしよし。あー、ライトニング削り。じゃあ、俺はもう、スピスピ削り。いや、これ地味うざいですからね。ファイスピ入る、たまたま。あれやんか。さあ。で、ライトニングだったんで、結構、ハイボじゃない分、吹き矢が残りますね。うん。まあ、残り言うて知れてますけど、こういうとこですね。ゴリります。なぜならユニットで受けてくるから。ほら、遅延かけて大ダメージ。おー、オッケー。なんなら先行き大砲して、こうやってライトニングとか打ちたいからな。やばい。で、ライトニング打たれません。打たれません。ウッド使ったなら。バチクル。うわー、めっちゃいいボイスやった。ちょっとやばいけど、まあ、偽物のポンピオなんだよね、多分。勝てそう。おぉ、そう、来るね。なんか、攻め方変えてきましたね。俺がこの、受けがねえからって。いや、なんなら、バチクルでも、もう、瀕死や。おい。耐える。で、ここはウッドと。次ですね。はい、やりに行きます。で、これ、端前で、ちょっかいかける。大砲置く。うわぁ！あ、決まった。はい、ナイス。いや、吹き矢の、ね、後ろか前か分かんないけど、1コス添えてる。いや、今日、にっこり率 100%。マジかよ。ナイス。さあ、けどよろしく。で、やっぱね、その、大砲とか、別に何でもいいんですけど、施設が1枚あるだけで、ほんとね、バルーン釣れたりとか、それこそね、ロイジャーを抑えれたりだとか、やっぱタグ取れたりとかで、ほんと施設1枚あるだけで有能ですね。おい。特殊なボス撃きましたね。特殊じゃねめっちゃ。さあ、これは、吹き矢出して、ゴルナイのダッシュ誘って、ゴルナイ警戒一勝します。全然ダッシュしてこんやん。ね、全然、おい、してきた。まあ、そらしてくるっすよね。あー、やべえ。そういう系？いや、ラバーなのにゴルナイ入ってましたね。いや、しかもなんか俺のバレルの位置が変。さあ、大ピンチです。ぶっちゃけ大ピンチで、問題はね、ラバの方が一体どんな方なのかっていう、バルーンなのか、ディガーなのかちょっとわかんないから。あー、辛い。マジで辛い。本気で辛い。いやけど、これはマジで攻めて吹き矢を回すしかないんですよ、僕は。で、まあ、バルーン釣って、まあ、パピーはファイスピで、なんかええ感じになってほしいなっていうやつですね。ねえ、いい。まあ、ある程度抑えられると。で、吹き矢が残れば幸せなんですけど、残んないんで、ナイスね、マジ。あとは、まあ、攻め得だと思うんだけどな。もう、アイスピバレル、LSP バレル、なんでもいいんですけど、スピプラスバレルですね。相手がやっぱ、ファイボーザップなので、またこのゴルニートくんよ。こいつがね、結構嫌い。いつダッシュしてくんのか。もうダッシュしねえ顔してるからな。いや、ダッシュしようっていう振りだけ、おい、してくるんですよね、そこで。勇気まで打っちゃおう。ダメージ稼ぎたいんでね。オッケー。まあ入ってる。2-1ブランですね。僕もどっちかおられます。いや、そっちはでもおられたくないよ。マジで。そっちはおられたくないよ、と思いながら。わー、それやば。なんか、すんごいことが起きてる。でもここで攻めるのを忘れたらダメなんですよ。マジ、ラバはスピ系でなんとかなるんで、本当に。そんなファイスピ強いかな。あとは大砲と、吹き矢と、まあ、雪玉とかあれば、なんとかなるでしょ。あんなアイスピンなんとかないです。いやー、吹き矢ザップで飛んでる、やばい。いや、でも、耐えれそう。おい。なんなら攻めたいね。これ、メガが一発ぐらい許すか。あと、真ん中吹き矢とかでダメージ狙ってもいいけど、一旦ここは、守って、スケダラ来る。ほい。攻撃。さあ、ここでゴルニート溶かしながらの、もう一回攻めようか。これ、サイクルおられてもいいです。
うん、おられるかもプランで、おられなかったらラッキー。うん、ロッキー。危ねえ。危ねえよ。まあでも、おられても、500だから、最悪バレル雪と吹き矢とかぶっぱで勝てた説ありますね。てかまあなんか吹き矢がもうさ、強すぎて、言っちゃえばね、こういう高回転デッキだと。まあこのバレルの枠も、ぶっちゃけ何でもいい説があるんですよね。まあなんなら他もうエリーババとかでいいんじゃないっていう。で、雪玉ザップでいいじゃんっていう。超高回転吹き矢エリババ強そうだな。とかね。なんか何でも可能性はありそう。スタイリキ完封します。よいしょ、あー。やったっす。いてなんかね、エレキがタゲ取った瞬間ぐらいに、エレキをちょっと後ろにね、なんか退かせるような位置にスケルトン出すと、完封できるんですけど、よいしょ。さあ、ここはなんか、まさかのレイジが来た。さあ、ロイジェイレイジ。まあ、イチゴ添えてあげて、この吹き矢がまず、ね、対応しないといけない。あ、ザップか。もう一発？いや、これどっち攻めるか悩むな。今んとこザップだけ？レイジザップっしょ。いや、逆サイドもいいけどな。同サイドもいい。やっぱ同サイドってユニット溜まっちゃうから嫌なんですよね、やってて。なんでこうやって逆に振っていきます。おい。あ、しかも、いや、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。めっちゃいるじゃん。いいね。からの、相手はスケルトン部隊でしたね。これスケブ読み雪玉とかは多分、やりすぎな。ああ。これもう、あれなんですね。僕、スピ一生あるんで、止まるんですよ。オッケーオッケーオッケー。しかも、レイジやってるんですけど、いや、めっちゃいい。アイスピとかで止めて、レイジを無効化。ザップ。うい。今日の相手マジで。みんなにっこりだな。いいな。まあ、にっこりがねえんだな。ちょっと入れてないんですよね。ハートでもあげます。どうしようかな。一旦ね。さあ、バレル飛ばして、相手ザップなんでバレル飛ばしとくですね。で、あとスピンも添えとけば。あれ？もしかして、1.9 デッキに諦めた方ですか？あなたは。なかなかいないですよ。最後までワンチャンなんかね、ぶっぱしとけば、全然逆転できる可能性あるんですけど、あなた。おい。まあ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 、楽しいからね。おい、全然いいんですけどね。ほい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 。いやー、熱っ。吹き矢のこの火力ね、高いっすよね。うい。さあ、ナイス。1.9 で相手を諦めさせれることができるんです。まさかのこの辺びっくりですね。さあ、マルコ。よろしく。CR2016？ いや、古い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 。いつの時代？めっちゃ昔やん。さあ、ディガー。ディガーウッドか。ワンチャン取れなるな。なんだろうな。縦の選手。うん。いや、マジでわかんない。マジでわかんない。まあ、ウッドは嫌なんですね。やっぱ、ウッド持ってない相手だと、ほんとさっきぐらいやっぱ楽に勝てるんで、ウッドあれだけでね、結構めんどくさいんですよね。しかも、縦線ムートウッドか。いや、これ、吹き矢が残るんですよね。うまいこといけば。いかなかったか。やべ。痛い。あの、ウッド使ったね。ウッド使ったよね。嘘じゃん。ああ、い相手のやりこぶ、強すぎん？さあ、ウッド使ったんで、これには、縦線と。まあ、結構入ってほしいけどな。いや、思ったより入ったな。さあ、でかい。ムート縦線、ああ、普通のテンプレ系の迫撃っすね。うん。やりこぶだったんで、まあ、コウモリかゴムレあたりは可能性がありそうと。さ、雪玉がね、結構強いんですよね、これがまた。これがまた強いんですよ。で、これ一個奥にしてあげると、ウッド空振ることが結構あります。まあ、ハイボだから当たるか。さあさあさあ、ガゴムレ美味しいな。なんか、さっきのガゴもだけどさ、ガゴとかガゴムレマジで、一生スピード雪玉あるからさ、でかいな。あとは、吹き矢の、どこだろうな、端前で、パーンで使ってもいい気もするけどな、ダメージ稼ぎ。やっぱ序盤の間に思ったよりもダメージ与えときたい。いや、でかいでかいでかい。マジでめっちゃるめっちゃる。え、めっちゃるそんなくれていいん？いやー、来るよな。そんな気がしたよね。さあ、どかしながら。で、タゲをしっかり取って、吹き矢ってでも吐き気ワンパンされたな、そういえば。
さあ、スキーがタグ取ってくれないか。まあ、これぐらい強でいいんじゃない？もうなんか勝てそうだな。なんか、いや、マジでさ、この迫撃に勝てるのは普通にすごいと思うんだよな。で、ファイスピ絶対うざいんで、マジで、絶対うざいっすよ、これ。うざいどころじゃないんですよ。そうなんです。で、まあ、スケート、いや、あれ邪魔だな、なんか、ディガのせいで、タゲ取り出せねえ。さあ、このファイスピだけでもうざい。迫撃の方をタゲ取るし、攻める。そのムーズちょっとめんどくさいんですよね、私。で、攻め雪は、なんかいつか打ちたいっすね。ムーとかなんかガン無視してる。まあ、そういうこともある。やばい。いや、このスピでさ、おお、熱い熱い熱い。相手も絶対びっくり。対応できん。熱い熱い。あ、打ったらっすね。もうさすがにこれは。あれさすがにこれは打ったる。うい。読み外してるけど、当たってるんすよ。投げただけ。ナイス。でかいでかいでかい。やっぱなんか、思ったよりもね、強いっすね。回転早いからな。普通にさ、まあ、大砲と他あれば守れるし、想像以上に強くなってくれるんだよね、こういうデッキって。まあ、それちょっとおもろいよね。あー、もうやだ。痛い痛い、ゴブリン痛いね。ゴブリン痛いね。コカツちゃんですね。まあ、コカツ、まあ、ちょっと嫌ですよね。そりゃ、だって相手はウッドがあるわけですから。でも俺にはウッドがない。さ、ナイトギャングとかぶっ壊してくんのかな、アイスピア。さあ、コーナーいい。フェイクね。で、まあ、同彩よりは逆彩の方がやっぱ戦いやすいと思うんで。うん。まあ、階段早いからさ、ウッド相手が裂いて、絶対ウッドない時に、まあ、ナイトなり、こうギャングで守ってくれたのが絶対あるんですよ。だからそこを、なんかうまいことね、できれば、まあ、全然問題ないというか。あ、やべえ、俺のこの、スケファイスピの配置が、ミスってたな。いや、ウッド温存安っすね。うわ、やばい。え、うまい、うまい。うまい、うまい、うまい。痛い。ウッド使ったな。まあ、ああ。結構ダメージ与えたいんでね。ゴリります。男の許容。いや、許容しに痛い、痛い。エレスピ。やべやべ、なんかアイスピーだ。感電しろ、あっちに。痛え。えぐ入ってしまった。ロケット2周圏内。で、ロケ2周って結構むずいよね。いや、これ雪玉打たないといけないんですよね。いや、しかも奥なんですよね、ヤングも。いや、ここまではいい。ここまではいいんですけど。俺、橋前プリント、バレの監督下手って言われ。うん。痛いね。ちょっと待ってくれ。しかも俺これ1個落とされたらさ、いちいちも勝てねえわ。てか相手全然あれだね。マジで。俺の攻め行き玉、怖くない人もしかして。ね。すごいよね。これさ、ワンチャン 1-0 でさ、逃げ切れる説あるよね。マジで。しゃってる俺。いや、ワンチャンさ、逃げ切れる説あるよね、これ。ロック落ちないでしょ。ほら、ミリ耐えた。耐えた、おぉ一撃だ。いや、なんで勝ったマジで。ラッキーすぎる、奇跡勝利来た。熱い。はい、というわけで今日ね、天気予告やったんですけど、なんか、めっちゃ強かったっす、本当に。たまにあるんですよ。こういう、すごい高回転のデッキとか、変なデッキで、思った以上に強いじゃんっていうのが、来ました。はい。なので、ちょっと皆さんもね、ぜひこの 1.9 コードやってみてください。よければね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。